はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、サンリオコラボは引き続き話していこう。で、明日の10時から開催されるんだけど、正直これめちゃくちゃ強い、性能高めですね。石5個だっけ、それで、こんなに、強いキャラめっちゃいるっていうのがすごく魅力的で、数、あのキャラ数がめっちゃいるめっちゃいる、何十体、何百体もいないけど、めちゃくちゃいるんで、確か40体かな ?40 種類だっけ?こんだけいるんやね。もうやばくないこれ。ニューマークつきまくり、で、既存もいまくりって感じで、なかなか一点狙いすんのはもう地獄だと思ってるんで、今日は引くべきかちょっと言っていこうかな。で、言っちゃうと、引くべきか引かないかで言うと、待った方がいいっていう。どっちもねえなって感じはあるけど、待った方がいいかなっていうのも、10月30日に、公式放送かな、公式放送がやりますね。コラボとか、復刻ですかね。プロデューサーの方が、復刻ですよっていうのを言ってらっしゃってて、ちょっと、サンリオはなんか罠だみたいな言われてるけど、でもやっぱ引いた方がいいね、やっぱこういうの。ハローキティ、ガチャドラっていうか、ハローキティコラボ。これはもう、性能高いしね、本当に。超性能高いし、このラフィーネキティとかね。いや、これも、バカ強えって感じだし、で、クロミちゃんも、サイリアですね。サイリアっていうのもあって、5色3つで上限上10力とか出せるし、すごく強い。で、こんにちは、おやすみ、おはよう。全員強えなっていう、これは、前々から情報あったんで、割愛するけど、とにかく既存のキャラも新キャラも強えっていうのが結構魅力的かな。で、正直なんか無料で取れるんだよね。無料でゲットできるんだ、この3連とか、こんな感じでこっちコラボガチャ3連とか、星6以上確定とかもらえるんだけど、正直それだけ引いてもいいなっていう感じはあるけど、やっぱり引いた方がいいと思ってる。俺は全然これ引くのありですね。結構、やっぱ既存じゃなくても新キャラがやっぱ強えっていう印象かな。そうね。で、あとこの魔女キティね、星7たちの魔女キティ、大魔女系のキティちゃんがなかなかに強い。本当にこれ、化けたね。この RJ、例えば RJ キティだっけ?これこのキティとかめっちゃ強い。これ、正直、これ目当てで引いてもいいなっていう感はあるし、3ターンで無効貫通で上限値40億になって、小属性。いや、これ3体いたら、もうやべえなっていう、さっきからやべえしか言ってんけど、本当にこれ、リーダー性能高すぎるし、結構こういうキティ、このアルジェキティとかで、昔は0次元とかクリアしてる動画とか結構あったし、そうね、だからアルジェキティは相当強えって感じかな。で、他の魔女たちも全然強えし、で、なんかやっぱ既存のキャラがなかなか強いね。本当に強化入ってる、強化これだ。ちょっと俺が一番推してる、一番このハロサンリオコラボで推してるキャラがベロアキティ、これですね。このキャラがこっち進化後は使わないけど、こっちですね、こっちのダンボ3つ、超覚醒込みでダンボ3つのこのベロアキティ、これを使う。正直、なんかパズドラのキャラの中でトップクラスに使ってると思ってって感じかな。で、あとね、これですね、このポチポチ、ポチポチで周回とかで使うって感じかな。ダンボ3つあって、で、ターンも軽いし、こういう重たいスキル乗っけてれるし、で、リーダースキルがドロップ率、卵ドロップ率上昇っていうのもあって、で、リーダフレで、俺はこういう感じでリーダフレにこう設置してポチポチしていく、タモダラとか大量発生とかポチポチするっていうのをやってる。なかなか強化されてるし、新キャラも強いしって感じで、そうね、やっぱ引いた方がいいなちょっと解説終わってると思うけど、引いた方がいい。極論じゃねえわ、結論、引いた方がいいと思ってるって感じかな。正直一番いいのは10月30日30日まで待った方がいい。絶対それはもうどの人も言ってると思う
どの人も言ってると思うけど、30日まで待とうって感じかな。で待てない人は数回引こうって感じかな。で今さハロウィンやってんじゃん、ハロウィンガチャ、ハロウィンってなんかすごい名前あったけど、ハロウィンやってんじゃん。ハロウィンもやっぱ、ハロウィンはどうなんだっていう話になってくるけど、ハロウィンはもう、まあ、交換で済ましたらいいかなっていう感じはある、まあ、チャコルとか、まあ、そこら辺を交換で済ませばいいなっていう感じはあるんですが、やっぱ強力とかやっぱこれ持ってねえと、まあ、持ってねえと代用効かないとかは、まあ、ないかもしれないけど、まあ、この希少価値スキルが強すぎるんで、やっぱこのスキル持っときたいね持っときたい感じはあるし、ネレも強えな。このネレちゃんもなかなか、まあ、こっちの進化とかも新しく進化もらってるし、めっちゃ可愛くて強いなって感じあるし、だからこのハロウィンも捨てがたいというか、パイモンとか、まあ、パイモンもなかなか武器が バカみたいに強いしっていうあるし、ちょっとハロウィンも数回引いた方がいい感じはあるけど、あとはあれかベルゼブブ、まあ、ランダンで今大絶賛使われてるベルゼブブあるけど、まあハロウィンも数回引いた方がいいなっていう感じあるけど、優先順位で言うとサンリオかな、まあ、どっちを引くかって言われたらサンリオがいいと思ってる。でも30日まで待った方がいいっていう、まあ、順位的にね、順位的に、ハロウィン、サンリオを明日引く、30日まで待つっていうのが一番、まあこれがまあ順番的に優先順位的なあれかなと思ってますねって感じかな。ちょっと駆け足で実況したけど、まあ、参考になったら嬉しいですね。じゃあね。